い、ナオズです。今回紹介するのはエゴシティのコンテナ船とハーバー4645です。袋は5でパーツ数は551個、シールシートが1枚で説明書が3冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは4体です。まずはトラック運転手、このセット2011年のセットなんですよね。なので上半身パーツはね、これ最近ではあまり見かけないパーツになってますね。で、赤と緑、それから帽子が黒ということで、この色の組み合わせもねすごく珍しいんじゃないかなと思います。で、手にはコップを持ってます。クレーンのオペレーターですね、作業服姿になってます。さっきの、トラック運転手はね、しっかり後ろもプリント入ってましたけど、これに関してはプリントなしになってますね。やっぱりプリントあった方がね、なんか嬉しいような気がします。で、ヘルメットをかぶってます。釣り人です。工具類がポケットのところ入ってますんで、もしかしたら仕事の合間に釣りをねやってるのかもしれないですね。で、背中側特にプリント、これもありません。
ちなみに付属の釣り竿を持たせるとこんな感じになります。ちゃんと魚もついてるんですよね。まあ、ちょっとこれ長すぎましたね。あとこの釣り竿なんですが、予備パーツでもう一本ついてます。これね、嬉しい仕様ですね。最後はコンテナ船の船長です。上半身パーツプリントが少しこうかすれたような感じになってるんですよね。この仕上がりなかなかかっこいいなと思いました。色合いもねいい感じじゃないかなと思います。青のネクタイがねかっこいいなと思いますね。で、背中側特にプリントはなくて、手には無線機を持ってます。次にトラック見ていきましょう。これねシンプルでいいなと思いました。後ろの荷台はねこうやって傾けることができるんですよね。あんまりねこういうの最近なかったような気がするんで、なんかね逆に新鮮ですね。フロント周りバンパーがしっかり出てますね。横から見るとわかりますけど、こんな感じでだいぶ張り出してますよね。で、グリルも黒とかグレーではなくて白と赤ということで、こういうのもいいなという感じします。ライトはクリアパーツ無色です。で、サイド、ボディカラーのベースは赤なんですけど、白とグレーのラインがサイド入ってます。で、そのラインちなみに後ろの荷台部分にもね、あるんですけど、ここ段差がついてますね。このパターンもあんまりないような気がします。で、左右のドアを開けることができます。これねいいですよね。でルーフにはトランスポートと入ってます。これシールですね。でこのルーフをパカッと開けることができるようになってます。はい、中はこんな感じですね。かなり広いです。で中はもうハンドル一つだけになってますんで、まあ、これかなり左寄りになってますけど、真ん中にね、置いたりとか右ハンドルにしてもいいのかなと思いました。後ろこんな感じで結構余裕があるような状態になってます。ということでここに座らせてみましょう。まあ、座らせにくいというのも特にないですね。で結構頭が上に行きますんで、こんな感じになります。ルーフの中にね頭が入るような感じですね。正面から見るとこんな感じですね。ハンドルの頭が見えてるのいいなと思いました。ただ左手がね干渉してるんで、これ以上下げることができないのと、頭がさっきお見せしたようにね、だいぶ入ってきますんで、まあ、角度によっては顔がね見えないんですよね。これ少し残念だなと思いました。ちなみに運転席の後ろ上の方に隙間があるんですよね。まあ窓と言ってもいいのかなと思いますけど、こういうところいいなと思いますね。で、その後ろ荷台部分なんですが、さっきお見せしたようにこんな感じで傾けることができるようになってます。中に乗せてるのは、これおそらく小麦をイメージしたパーツじゃないかなと思います。ということで乗せたまま傾けてみましょう。はい、こんな感じになりますね。いやー楽しいですよね。でこの荷台なんですけど、直角にすることもできるということで、なんならねもう少し傾けることもできますんで、これはね遊びやすいんじゃないかなと思いますね。で荷台の下のところなんですけど、ちょっとねメカメカしくタンクっぽいのがついてますよね。反対側はというと別仕様ということで、こういうところねいいですよね。でリアなんですが、テールランプ、ウィンカーとついてて、ナンバープレートもありますね。ナンバープレートはシールになってます。この車後ろからのアングルがねやっぱりかっこいいですね。伝わるかなちょっとわからないですけど、本当にねかっこいい車両だなと思いました。でもちろんスムーズに走らせることができます。続いてコンテナ船見ていきましょう。大型の船やっぱりねかっこいいですよね。で今コンテナ船と言いました。日本語のセット名ではコンテナ船となってるんですけど、コンテナは一つもついてないです。これいわゆるバラ積み船、バルク船ですね。まあバルク船よりもね、コンテナ船の方が分かりやすいからということかもしれないですけど、ちょっとさすがに違うかなと思いました。サイズ感見ておきましょう。全長は約41センチになってます。船底パーツはもうおなじみですね。小麦のシールなどありますけど、一体型の大きなパーツになってますんで、ちゃんとねこのまま水に浮かべて遊ぶことができるんですよね。これがねやっぱりこのレゴの大型船は、魅力的な部分じゃないかなと思いますね。先端部分にポールがついてて、上にはライトがついてます。でこれ高さをこうやってね変えることができるんですね。まあちょっとしたことですけど、こういうのいいなと思いますね。で周りのところまあ何かはちょっとわかりませんけど、ただそれっぽいというかね雰囲気は出てるのかなと思いました。でその後ろバラ積み船ということで、ここを開けると中にはさっきトラックにも積まれてました、まあね小麦のシールが貼られてますんで、小麦をイメージしたパーツがたくさん入ってます。同じように後ろも開けることができます。後ろは特に何もデフォルトでは入ってません。
でその後ろ線橋なんですけど、横に少しこう張り出したような感じになってるんですよね。これがねそれっぽくていいなと思いましたね。操舵室もあって窓がずらっと並んでます。ここもかっこいいですね。でこの窓なんですけど、こんな感じで開けることができるようになってます。でその操舵室なんですけど、結構ね遊びやすい仕様だなと思いました。ハンドルが一つで、奥には、プリントの、レーダーパーツみたいな、そんな感じのパーツがついてますね。ということでここにミニフィグを立たせて、でもちろんこのままルーフと窓をね、戻すことができるようになってます。はい、前から見るとこんな感じで窓からちゃんと顔が見えるんですよね。これはねいい仕様じゃないかなと思いますね。それとレーダーパーツの横につかみパーツついてますんで、ここにさっき持ってたこのね無線機をこんな感じで、つけることができるということで、こういうところがね嬉しいですよね。これでなくなる心配はないんじゃないかなと思います。もちろんこの状態で、ルーフと窓戻すことができます。ちなみにそのルーフにはアンテナみたいなねやつがあるのと、ホーみたいなのもあるということで、この辺もかっこいいですよね。でその後ろには煙突がついてます。途中で赤と白のラインが入ってるのが面白いなと思いましたね。形状としてもかなりいいのかなと思います。でこの線橋、さっきのこの操舵室の床部分に緑のプレートが使われてます。ここよりも上の部分をガバッと外すことができるようになってます。で中はというと、ベッドがね置いてあるんですよね。ということでここにねさっきのこの船長さんを寝かせましょう。でもちろんこの状態で、それよりも上の部分を戻すことができるようになってます。でこの下のスペースなんですけど、前とサイドに窓がついてるんですよね。ということでこの窓から中を確認することもできるようになってます。いいですね。それから一番後ろの部分なんですけど、ここね結構広いスペースがあるんですよね。ということでさっきのね魚釣りをしている、この人をこんな感じで、立たせて魚釣りさせてもいいのかなと思いました。船のね作業員っぽくも見えるので、まあそんな感じで遊んでも違和感ないかなと思いました。そして情景セット、ハーバー、港ですね。港ということでかなりね大きめに作ってあるかなと思います。さっきのトラックと比べるとこんな感じですね。大きいですよね。ちゃんとトラックこうやってね走り抜けることができるようになってるんで、これはねなかなかいい感じじゃないかなと思いました。横幅は約38センチになってます。この港、手前の方に桟橋があるんですよね。ということでさっきのねこの魚釣りの男性をこんな感じで、立たせて魚釣りさせてもいいのかなと思いました。箱がついてて中に魚がねちゃんと入ってますんで、もう結構釣った状態という風にすることもできるのかなと思います。で灯台みたいなのもついてるのがいいですね。これ一応ねあの上の方の、赤いパーツはクリアパーツになってますんで、まあ細かいところまでよくできてるんじゃないかなと思いました。まあ桟橋ということで持っている船をね、こうやってつけてもいいですよね。何にでも使えますんでいいですね。で反対側のこの広いスペースにさっきのバルク船をねこうやってつけることができるということで、なかなかね雰囲気出てていいですよね。はい、こっちから見るとこんな感じになりますね。いかがでしょうか。この港にね横付けしてるっていうのはやっぱりいいですよね。でこっちからのアングルだとそれがねよく見えますんで、これねアングルを変えるとかなりいろいろ楽しめるのかなと思いました。では港側の建物を簡単に見ておきましょう。一番奥のところドアがついてますね。ということでもちろん開けることができます。はい、裏から見るとこんな感じですね。実は中には何もありません。まあパーツ数550個ぐらいのね、セットになってますんで、まあ仕方ないかなとは思いますけど、まあ何でもいいんでね、あったらよかったかなと思います。まあ自分でいろいろ作ってあげるといいのかなという感じですね。ちなみにその横には木箱が一つ置いてあって、ゴミ箱もあります。で、ネズミもいますね。で、こっち側にずっと行くと、シャベル、それからデッキブラシが置いてあります。デッキブラシありますんで、港だけではなくて、さっきの船とか、それからトラックもね、掃除したりできるんじゃないかなと思いました。と、一番奥のところに、タンクが置いてありますね。オクタンのロゴということで、オイルタンク、ガソリン、まあそういったところかなと思います。オクタンのロゴがね、ついてるのすごくいいですね。シールですけど、これついてるだけで、なんかすごく、リアリティが増すような
ような気がしますんで、まあぜひ今後こういうのもね復活してほしいなと思いますね。それからドアがついてた建物の上のところにクレーンがあります。これこんな感じブーンとぐるぐるっとね、一周させて遊ぶことができます。でこのクレーン先端にバケットがついてます。でこのバケットをカパ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 開けられるようになってます。バケットの中にこれですね、バネがついてますんで押さえてるときは広がって指を離すと勝手に閉じるという仕様ですね。いいですよね。でクレーンの後ろのところにつまみがありますんでこれを動かすことでこんな風にバケットを上下させることができるようになってます。いいですよね。すごくね遊びやすいなと思いました。で操縦席なんですけど風防パーツがついてるこの部分ですね。ただこのままではミニフィグ入れられないということでちゃんとここをこんな感じで上に開けられるようになってます。でこのままね引っかかりそうなところなんですけどさっき言ったようにここがね、角度変えられますんで上に上げればクレーン自体がね動いてくれるんですよね。これねよくできてますね。で中はというとシートが1つレバーが2本そして両サイドにパネルパーツがありますね、これなんですけどシールになってます。プリントだったらねすごく良かったですね。ということでここに座らせていきましょう。はいこうなりますね、まあレバーはね、適当に持たせたような感じにしましょう。でもちろんですけど、このね風防パーツも戻すことができるということでいいですね。はい引きで見るとこんな感じです。しっかりオペレーターの顔を確認することができるんですよね。これねいいなと思いますね。それから港の真ん中部分にベルトコンベアがついてるんですよね、間のこの部分これがねゴムになってまして手前のこのつまみこれ両方どっちでもいいんですけど、こうやってね動かすとベルトコンベアが動くということでなかなかよくできてるんじゃないかなと思います。ということでさっきのこの小麦パーツをこの辺にね置きまして、さっきやったようにこのつまみを動かすとベルトコンベヤーの上を通って小麦パーツがこっちの方に来ます。で先端に来るとこうやってね、トラックに入りますんでこのままトラックで他のところに、輸送するということでよくできてますよね。かなり楽しめるんじゃないかなと思います。では最後に船に乗った小麦をトラックに積み込んでみましょう。こんな感じでつけます。で船側のこの蓋を開けますね。そうすると小麦がいっぱい見えてきました。ということで、バケットを下に下ろしていきます。こんな感じですね。そして一番下まで行きましたんで、バケットを使って小麦パーツをね、ガサガサガサという感じで、こうやって中に入れます。で入れたらまたつまみを回して今度はね、バケットを上に上げていきましょう。はいこれで OK です。でさっきのベルトコンベヤーの前にトラックを止めてでクレーンの高さ調整をしっかりとして、このまま動かしてこの一番奥のところで中のものをこんな風にね、下に下ろします。あとはさっきやったみたいにつまみを回してベルトコンベヤーに乗った小麦パーツをこうやってね、もうゆっくりトラックに乗せていきます。で全部乗ったらこのまま発進すれば OK です。はいいかがでしたでしょうか。トラックも船もすごくかっこいいと思いますし港が大きくて荷物の積み下ろしギミックもついてますんでしっかり楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は551個です。以上レゴシティのコンテナセントハーバー4645を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。